武蔵野市の JR 三鷹駅北口に吉祥寺の名物商店街ハモニカ横丁の三鷹版が来月オープンすることになりました。狭くて親しみやすいという横丁の良さを取り入れながらも若手経営者を呼び込もうとする新しい横丁の姿を取材しました。 JR 吉祥寺駅の目の前に位置するこちらハモニカ横丁はこの町の名物商店街となっていますが、来月隣の三鷹駅にもこの横丁が進出することになりました。終戦直後の闇市から続く商店街ハモニカ横丁、細い通路に飲食店や雑貨屋などおよそ100店が並び、その様子がハーモニカの吹き口に似ていることからこの名が付けられました。ハモニカ横丁で11店舗を経営する手塚一郎さんは、横丁の良さを生かして新しいものを作りたいという思いからハモニカ横丁三鷹の構想が生まれたと話します。横丁の良さというのは狭くて近くて親しみやすいみたいなところだと思いますけれど、横丁も安全じゃないし燃えやすいし電気もインフラもうまくできてない、狭いから人間関係が複雑なので、もうちょっと緩やかな寛容な横丁っていうのを本当は作ってみたいなと。三鷹版の横丁は JR 三鷹駅北口のカプセルホテルだった建物の1階部分およそ73坪を使い、焼き鳥店やギャラリーなど9店舗が入る予定です。建築事務所と芝浦工業大学の研究室が壁の裏側をコンセプトに設計、電気やガスなどのインフラも整え安全な横丁を目指すとしています。現在は焼き鳥店としてプレオープンしていて、工事は今月中旬から始まります。吉祥寺のハモニカ横丁は家賃が高く、新規出店者の入れ替わりが激しいことから、三鷹では家賃を半分ほどに抑え、若手経営者に定着してもらいたい考えです。外に飛び出して野菜販売したりとか、飲食もそのお店だけじゃなくて外にはみ出して食べたりって、新しく作ったことで、またあっちの横丁とは違うような魅力がこっちにはできるんじゃないかなというふうには思ってます。ハモニカ横丁三鷹は近未来型の横丁のモデルとなるのか。オープンは来月下旬の予定です。